今流れておりました曲は千鳥の曲と申します。世界的にもまた日本では5にも重ねる名曲とされております千鳥の曲でございました。本来は、歌、それから中の伴奏、後の歌と素晴らしい声を聞かすところでございましたが、まあ、書道このイベントということでございまして、歌がお聞き苦しかった時ではないかと、ちょっと残念に思っております。書道が進みますと、湖の歌と申しまして、日本の琵琶湖をはじめ海岸線の一日の夜明けから始まって、お昼になり、夜になり、その一日の過程を湖の歌と申しまして、太陽の光と人の活動を曲にした森岡明という方の曲を演奏して最後としたいと思います。約10分ほどかかります。どうぞよろしくお聞きください。